おはようございます、もこうと申します。本日はですね、こういったアプリが作られていたので、ちょっとそれを紹介していこうかなと思います。もこうボイスアプリ、まあとりあえずね、聞いてみてください。これ、はい、あれ、はい、うぅ、僕に謝罪してください。はい、これ何かというと、まあその名の通り、この文字書いてるところをタップしてる、するとその文字通りのボイスが出てくると、はい、いうことで、でレパートリーが4つぐらいあって、まあ、応答1、応答2、ちょっと昼なんですみたいな、はい、まあ、こういうのとか挨拶ぐらいちゃんとやろうや。まあ僕の歴代の、まあなんか動画で放ったセリフなどを、まあ、うまくカットして、それをもとになんかボイスアプリみたいな感じで作ったらしいですね。ふざけんなよお前。まあ、主にね、聞いてる感じだと昔の僕のポケモンバトレボの実況の時のセリフが多いのかなっていう気はしますけど、うんたん、うんたん、うんたん、このうんたんとかは僕があの当時ね、軽音っていうアニメにハマってた時期だったので、はい、言ってますね。8割7分1厘耐久型ポケモン、まあほとんどバトレボかなこれ。で先方さ、重くない変態型の中ポケが中ポケじゃないのか、なんか友達となんかね会話したり、うん、まあ、それも含めて中ポケやねん。始まる前から配信者の気分そこねんなよ。ヤフミだろうんこちゃんだろう、クソが懐かしいですね。謝罪しろ今さ。まあそれとかしばき倒すぞこのクソガキが。これ使って、まあ架空請求業者とかとね、架空請求業者の人と通話するのも面白いかもしれません。まあこれなんか有志の方がなんか勝手にこういうアプリをもう作ってて、これどうしてもリリースしたいですっておっしゃってて、いや全然リリースするのいいですよっつって、はい、なんかこれについて広告費半分くれるならリリースしていいですよっつって、そしたらなんか、iPhone 限定で Apple Store 限定で審査通ったらしいので、今もうダウンロードできる状態になってると思いますので、まあ概要欄にリンクとかは貼っておきます。なんかこれ使ったね、ちょっとなんかそのドッキリみたいなできそうっすけどね。しばき倒すぞこのクソガキが。これ友達にかけてみたみたいな、いつ気づくかみたいな、ちょそういうの今度やりたいと思います。はい、何こいつさ、なみなみなんなって、ちょいちょいさ昔のさ、もし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 、なんかマイクの、マイクの音質が違うんだよな。ボイスレコーダー撮ったり、あの端子構成の安いアマゾンの2000円ぐらいのマイクが撮ったりした時期がいろいろ重なってるから、この時期ってそのボイスによって音質が違うんですけど、まあまあ大体全部僕の声ですね。僕に謝罪してください。こうして聞くと結構やっぱ若いな、当時の俺は。今なんかこんなおっさんみたいな、俺よく最近ね、俺タバコとか吸ったことないのに、もこさんって絶対タバコ好きですよねみたいな、タバコ吸うし酒も飲みますよねってめっちゃ言われるんですけど、俺タバコも吸わなければ酒も一滴も飲まない人種なんで、あの感じがないようにお願いします。にもかかわらずこんなちょっと声があのね汚いんですよ、すいません。なんか俺このチャンスを待ってて、このセリフとか多分どうなんて、このチャンス待ってて、相手になんか複数催眠された時のあれだったかな、セリフだったかな。なみなみなんなってお前なすよ、もうリアルファイトしようぜお前。どうせへなちょこや、ラム飲みはねえよ。ラム飲みはねえよは、あのなんだっけな、あのなんか塾講師のなんか数学の先生のセリフがなんか当時結構バズってて、それを真似したみたいな感じです。まあなんかいろいろ当時の歴史とともにね、あの僕の思い出があの詰まってるこのボイスアプリなんですけど、まああの iPhone iOS 限定でね今ダウンロードできるみたいなんで、まあ、もし興味ある方はあの入れてみてください。はい、こんな感じで今日の動画は宣伝のみでした。ありがとうございました。落ちない、やめない、うん、あ、ごめんごめんごめん。おかしいおかしいおかしい。僕に謝罪して、うん、あ、楽しいですか、夏休みの方は。